部でだいたい11秒とか12秒でできれば早い方かなと、ガッシュ始めれば。なるほどね、うん、レギュレーションとしてはバイクに触れる人は4人までとなってますし、給油作業中は一切他の作業はしちゃいけないっていうことになってるんで、まあ普通はタイヤ交換先にしますかね。いやっていうよりもしないともう作業できないですから、うん、給油が終わったら作業しちゃいけないんですよ。あ、終わったらそうか、しちゃいけないのか。だからもうありえないそれは。なるほどなるほど、失礼いたしました、はい、ですからまずタイヤ交換をして 7秒か8秒、そうですね、7秒8秒で終えて給油をして、はい、まあ、入る時間は 2.3 秒か4秒だけども、ね、3秒ぐらい。またこれがあのね、重い20何キロ抱えてあれ2人で支えてるんでしたっけ。基本的には1人ですね。お、支えてるのはもう力持ち選んでくるわけですね。選んでくるんですよ、まあ、こうやって僕は見るとですね、修正でお、あいついいなとかね、すぐねで、あの、ね、あの方いいなとかですね。この高さですから、これリアがちょっと浮いてますけど、この高さで給油口がここにあるから結構体も大きくなきゃ無理ですよね。で、我々はほら日本で8体やってるじゃないですか。海外行くとすっごいもう2メーター超えの人がいっぱい、うん、なるほどね、うん、あ、いや、タイヤ交換の話ですけども、はい、やっぱりミスが出やすいのがタイヤ交換が一番あるじゃないですか。そうですね、タップが抜けるとか抜けないとかね、うん、一発で入んないとか、やっぱこれはもうやる人を決めてもうすごい練習するわけでしょ。うん、あとはやっぱりこう緊張するじゃないですか、どうしてもね。で、その状況でどれぐらい力が発揮できるか。そうですよね、うん、で、何するんだったらカラオケで歌わしたりねそれは冗談ですけどあの裸にして飲ましたりね、いろいろやりますね。息抜きをしてプレッシャーをかけないようにして、はい、まあね、本当メカニックってね、もう毎回こうやってタイム、ストップウォッチでタイム測られて、藤井さんに、今お前どうだこうだってこういつもね、練習の時言われてるんですよね。俺が本番になって緊張するところで、ね、ちょっとのミスで2秒3秒なんかすぐですからね。我々あの FCC さんと、まあ、ずっとスポンサードしてもらって長い付き合いしてるんですけど、鈴鹿工場ってあるんですよ、はい、で基本的にはそこで練習するんですね。で、まあ、そこで社員の方々とだいたい昼休みに車持ち込んで道具一式持ち込んで、玄関先でたくさんの人が見てる中で。本当ですか。本当ですよ。4月なら4月スタートって決まってるんです。そこからもうスケジュールずっとこう追ってきて、まあ、オーディションしてね、こいつうまい、こいつ下手だ、もしくは来年に回そうとかですね。ああ、そうなんですか。毎年ですよ。オーディションするんだ。だからあの皆さん地元の方がいらっしゃったらタイミング見て、うん、やりたい人は、いやいや、あの見てもらったらやってますから。あ、やってるから。はい、僕やりたいっていう人ダメ。いや、山田さんはダメだねいやーね、ほんとあのプレッシャーの中でね、うん、まあ、ライダーはもちろんだけども、これ8体ってほんとチームの総力ですからね。ライダーがコース上で1秒縮めるなんてほんと大変な話だけども、メカニックのミスでね、2秒3秒5秒、そうですね、たまに10秒ぐらいねミスったらもうほんと大変なんで、もうすごいプレッシャーでしょうね。はい、あと藤井さん、はい、あの8体マシンで特別になんかスプリントマシンと違うっていうのはどんなところですかね。燃費考えるんですよ。だからフルパワーじゃないですね、うん、どっちかっていうとどうしても、まあ、7リッター近くを狙って、セットアップするので、リッター7キロね、リッター7キロ、はいはいはい、うん、そこが一番大きい点かな。どうですかね、やっぱりスプリントで走ると300キロ超えるんじゃないですか。うん、そうでしょうね。300何キロとかっていくのが、まあ、290キロ止まりぐらいでしょ。そうですね、今日のね見てるとね。それは各メーカーやっぱりその決められた時間の中で、燃費含めて調整しなきゃいけないから、うん、そうなってるところが一番大きいかな。なるほどね、はい、でも今日のトップ10なんて燃費関係ないからもう、いやいや、ガンガンやんないんですか。そんなことしないです。それはもう昔の話で、
山田さんとあの伊藤慎一とかですねあの一緒にやってる頃ボール取りましたよね何回もね、ガンガン行きましたあのスーパーなんだっけこトップ10なったっけあの頃、ね、スーパーポールって、うん、あの頃はねそれが取りたくてそれを狙った仕様も持ち込むぐらいやりました。だけど今は全く興味ないです。お、はい、そんな仕様にしてタイム出してもあんまり意味ないっていう感じなんですかね。あの時はねポールで100万円もらえたの。ああそうですよね、はい、はい、で藤井さんに言われてうちもなんか予選タイヤもどきのなんか作りましたよねそういえばね。お金今だから言えるけどもお金に弱いんですねお互いね、はい、いやいい思い出ですけどね本当ね。はい、まあそんなところでね、8体マシンなんかすごく特別だっていうのもあの分かったと思うんですけども、なんかこれ聞きたいとかってあります？マシンのことに関して特にないですかね。はい、あ、はい、どうぞ。あのハンドル周りあのスイッチ関係どうなってるんですか？スイッチはあ、ごめんなさい、スイッチはいっぱいついてますよね。特に今年あれですもんね、ライトを系統を2つにしなくちゃいけないとか。今年は複雑ですよ。あのよく操作ミスをして間違うぐらいいろいろついてますね。でもこの当時は割とシンプルで、基本的にそのモードが変わるとかね、ライトをオンオフするとかっていうのも、もう単純な一般市販車に近いぐらいの状況だったんじゃないですか。今はあれですか、ライトのスイッチが2灯つかなくちゃいけないとかなんかいろいろあって、 それだけでスイッチがいくつかあんのが、あの見てるんだけども、ライトはね別系統でつけなきゃいけないんですよ。そうですよね、だから1灯ずつついてるんですね。でなおかつリアはリアで別についてるんで、スイッチがこれややこしいですね。最低3つライトでつかあのスイッチがあるっていう感じですよね。4つあります。4つか、あのエマージェンシーのライト、あ、ね、でライト以外のにもなんかいろいろスイッチがついてるんだけど、ね、それはどういうスイッチなんですか？モード切り替えで、まあ、トラコンとかですね、アンチウィリーとかですね、いろいろな、まあ設定、各々の1は PJ が使うとか、2はドミニックが使うとかですね。ああ、そうなんですか、はい、で何によって設定変えるの？違うんですよ、もうそこまで行ってますね。なるほどね、はい、ということで、まあ大体皆さん8体のマシンの凄さが改めてお分かりになったかなと思うんですけどもね。はい、山田さん、そして藤井さん、はい、ありがとうございました。どうですか、話足りないんじゃないですか？いやもうね、僕ら話してたらね、いつまでも夜が明けるまで話してるんで皆さんにそんなお付き合いさせちゃいけないし、よくねゴルフやるんですよ一緒に、はい、で僕のがうまい。そうなんですね。ボールはブリヂストンですよ。なるほど、じゃあ、まあ、今日の続きはまた来年こういうのができたらそうですね、いいですね、はい、夜が明けないように1年ずつ、まあ、あとはね明日のあれだよね、はい、まずスタートライダーは聞いちゃったんでね、あこれはちょっと皆さんすごいですよ。ビッグサプライズなニュースですよ。ですよ ね、はい、そしてその後のなんか戦略、やっぱり当然勝ちを狙っていくんだけども、はい、あもう一つ、そうあのルマン24時間の話あったんですけども、世界耐久選手権来月のドイツでオシャスレーベンっていうところで行われるのが最終戦なんですね。でルマン、ポルトガルと2戦出て通過が3戦目なんですけど、今のところランキングが4位、はい、この鈴鹿では上の3チームはより間違いなく上に行くんで、ここで一気に逆転してトップになる可能性があると。そうすると、僕ら、まあ、今年が初めてなんですけどね、この鈴鹿8体使って、ランキングトップになってですね、来月オーシャスレーベンで世界選手権でチャンピオンになって、ブリヂストンさんや皆さんに、報告したいなと、まあ、思っているんですね。はい、だからこれ大事なレースです。はい、ぜひですね皆さんもね応援していただきたいと思います。そして何よりまずは明日の決勝、ぜひですね、はい、いい成績を期待してますので、最後に皆さんにですね藤井総監督から一言をいただけますでしょうか？いや正直ですね、山田さんからこの話もらった時誰もいないんじゃないかなと思ったんですよ、はい、で身内にちょっと見に来てくれというのを 2,3 頼んだぐらいですね、はい、誰もいないとこで喋るのは嫌だなと、まあ、思いながらもですね、こんな多くの人がやっぱ8体愛してくれて鈴鹿に集まってくれるっていうのはもう感激ですね、うん、でルマンの話をねちょっと
まあ、重複して言うとみんな楽しんでる、それがやっぱり耐久レースのいいとこじゃないかな。で我々も結構大変そうだけど楽しんでやってるんですよ。だから皆さんも楽しんで見てもらって最後に一緒にチェックを受けたいですね。ありがとうございました。はい、藤井総監督ありがとうございました。改めてご紹介させていただきます。 TSR 藤井総監督、そしてブリヂストンの山田博史でした。皆さん拍手をお願いいたします。